はい、帰ってきました。クラクターです。はい。はい。だいぶ大量よね。そうね。今回は、うん、自分で切りますよ。持って帰れる、ね。あ、こちらさんの、うん、バリもあった。バリ、バリも刺身してみますかね。うん、そうですね、食いたい。一旦バーって出してみますか。はい、何匹？そうですね。20？おいしょ、結構いますよ。15、16、17、18。あ、18だ。いいじゃないですか、うん、この中から肝がパンパンそうなやつ選ぼう。まずこれ大きい、見事になんかサイズがあんま変わらんの ねじゃあ僕はさばいてってください、うん、まずこの剥ぎ方をどっから剥げばいいのかな。口の周りをこう、こうやってつまんで、お腹ベロで取りました、ね、もう同じくします。はい、今日は何するんでしたっけ。刺身と唐揚げようかな。唐揚げ、はい。うわくせ磯の香りが。おう、いや、これ何やったっけ。いや、何の匂いかな、知ってるぞ。あらかぶ誤解誤解そういうこと。なんかすごい匂いがする。青虫じゃないですか。うん、なんこれ、何の匂いなんかね、あ、わかった。ハゼだ。ハゼ、ハゼ、うん、ハゼの内臓の匂いだ。へえ、ハゼも今季節？季節でございます。そろそろじゃあまたハゼもいかんばね。作家さんもあ、違う、ウニや。ウニ、ウニ、あ、ウニの匂い。ウニの匂いだ。ハゼの匂いってウニの匂い。これ結構大きいですね、うん、はい、肝だけ、はい、ウイ、そんな大きくなかったね。前回釣ったやつの方がでかかったよね。どうした？おあれでかかったよ、ね、うん、これ見る感じね。これってさ、うん、ハイダートの薄皮ってどうなの。うん、この間そのまま食ったね。そのままさばいた、うん、そのまま。そうですね、さんまま。さんままで、あ、気持ちいいね。脱がすのは得意やけどね。ささっとペロッとね、プリンとさばきますか、はい、いい子では、うん、軽くて使いやすい。ジンガ肝抽出がかり、うん、で皮まで剥げてたらよかね。はい、ね、うん、綺麗な身ね、こいつはどっちかのオスメス。うん、わからんね、うん、なんかあるの。いや、これ身、あの開いた時になんかわかるらしい、うん、そうなの、うん、身の違い、身に違いが出るって。オスメスの判別はこれがオスで、これが伸びてるのがオスで、あ、うん、頭のアンテナがね。あ、これメス伸びてない。うん、伸びてないさっていう判別法。はい、まばらも取って、うわー、さばきやすい魚。いや、もう持ってもぬめりがないっていうのがすごい。あね、確かにね、ほんまに魚触られへんって人でも全然モテると思う。うん、はい、じゃあサメ肌みたいな感じだもんね。そうですね。これも骨せんべいとしてさ、丸揚げしたら美味しいとかな、いけるかもしれんね。やっぱりいけそうですけどね、ここにやってみよう、うん、溜めておきます。はい、中骨も落として、身はこんぐらいでいいのかな。うん、うん、いいね、切れ味がいいやつは。うん、スーッといきます。あ、いい、楽しみだね、食うの。透明感がすごい ね。ほら、この三枚におろした状態で下の模様が常に透けてる。新鮮、新鮮、通い市や。筋肉質でこれが美味しいんですよ、ね、あとバリでいいんじゃない。そうですね、うん、はい、来ました。はい、バリ、じゃんじゃん、バリバリ、じゃんじゃん、バリバリ、じゃんじゃん、バリバリ。こいつも口ちっちゃいんだって改めて思った。, 笑ってるみたいな口してるね。この口で全ての磯のものを食ってしまう。あー、磯くせ。よいしょ、ちょっとだいぶ粗いですね。剥げんかな、バリバリって。うん、剥げそうにないね。ないね。普通にさばきます。これは刺さったら痛いと。
がとんでもなく痛いらしいよ。ズキン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 赤ズキン、うん、なんかちょっとサバっぽいね。ああそうね、確かに青いよ、ね、内側から見たら、うん、OK、はい、はい、あとカーパーハガマ。さあお次はじゃあ何をしましょうか、ね、油とお湯、油、はい、はい、乾杯できます。はい、この乾杯。これなんか乾型尊敬がある。ああ難しいのか。いや、この包丁が切れすぎる。なるほどね、切れやすぎる。新しい剣、うん、いい、はい、ちょい、あとちょい、絶対臭い、皮は、うん、でも美味しそうね。なんか味に見えてきた、うん、味の味が最高と、うん、これ味って出しても、うん、やっぱバレると思う。バレる、うん、これ何で食べます？刺身、これ刺身でしょう。肝醤油出汁で、うん、そうすればごまかせる。こうちゃんさんにこれ一番大きい皮がいいです。もう甘い。気づくかな。気づきますかね。気づくんじゃない。でも気づくとかな。鈴木にしとく。これもやってみましょう。でね、カワハギの方もあ、こっちがアイゴですって。まあ、パッと見分かるっちゃ分かりますね。アイゴの方がうまいよっていう。それ楽しい。分かるんか。逆に説明している。逆にこっちがうめえ。ねえ。はい、処理完了。はい。はい、ありがとうございます。さあ、いつ殺せるのか。うん、ね、これぐらい？もっと薄くやね。こうか。ほぼ水平に。オーバーキル。もうライフは薄。ライフはゼロやけど。うん、薄ですわ。むずこれ。巻き物もちょっと洗って、うん、オイルの準備。もういいかな。はい。キモボイル。キモボイル。これが美味しいんですわ。新鮮なんでこんなもんでいいでしょう。よし。でここにつけておくと、はい、これがうまいキモ醤油になると。楽しみだ。楽しみや。まぶす。うん。まぶすだけでございます。まぶすだけでございます。はい。カワハギの味にその強烈なカラハギは、うん、そうね。どう出るかという。でもここは美味しいですもんね。うん、ね、うん、そんな感じでも美味しいもんね。よし。そしてまぶす。うん、量はあんまり見てもわからないんで、うん。全体がまぶればいいや。まぶります。うん、食ったらいいんじゃないの、さあさあさあ。シャカポーテーなんてフリポテ、シャカポテ、シャカポテ、シャカポーアテナ、シャカポーアテナ。もういいです、いいです。シャラポーア、シャラポ、シャラポ、シャラポ。ねえってね、ねシャカポーアテナ。なんと間違えた土地なのに。シャカポテ、シャカ、シャカ、シャカチキですよ。シャカチキ。あれシャカシャカポテトってなかった。シャカシャカポテトもあると思うけど、あるある、そこもまた詰まりましたね。なんかどの方向にも失敗してました。シャカチキの方が伝わるし、シャカポテって言ってもまだわかるかなと思ったけど噛んだっていう。カワハギのせいや。カワハギのせいや。まぶりましたね、はい、ちょっと置いときます。なんか三角やし、あれに見えてくる餅の八つ橋、八つ橋。きなこやろ、きなこの生八つ橋、うん、じゃあ揚げていきますか。はい、油へ。フグみたいになるのか。いきます、うん、生八つ橋揚げていきます。マジで生八つ橋やな。揚げたら八つ橋になったか。揚げ八つ橋。もう色がついたら終わりでいいか。ですかね。うん。まあこんなもんでいいでしょう。はいはいはい。もう揚げていきます。カワハギの唐揚げ。よし、じゃあこいつを薄作りにするか。薄作りは無理そうやな。今んとこね、味みたいってしか思えないから、うん、普通に美味しそう。ちょっとうまそう。薄作りがすごく美味しそうに見える。と普通作り、うん、はい、はい、来ました、お刺身に、はい、
品。ハギはちょっと黄色っぽいとね。黄色っぽいですね。あ、本当だね。うん、ゴールデン。うん、はい。確かに。うん。俺の手が一番臭い。いや、多分。手が一番臭い。冷やしておく。はい、冷やしておきましょう。はーい。オッケー。大将。トニセペはなんか粉つける？なんつけたかね、そのままなのかな、水気取ってそのまま片栗粉もいい、うん、そんなのつけてそうな、うんうん、いいですか、ちょっと待って、トキちゃんのやってたあれやるけ、ケンタッキーはいはいはい、行ってこい。うわ、低温にする、ね、真っ黒系になっちゃうけん162ラー1回下げてもらっていいかな、ゆっくりじわじわ怖い、うん、骨の髄が飛びそうな気は、ね、しないでもない。さあ本日の主役戻ってまいりました。紐だけ泳いとかんかな、ねえ、紐釣るか何で釣ればいいかわからない、引っ掛け釣りでいいいいね、うわ、うまそう、いいね、いいね、これも時間経ったら血が回って赤くなりますもんね、うん、いいよ、よし、じゃあ潰していきますか、はい、潰していきます、はい、はい、今日もできました、肝醤油たっぷり、よっしゃ、じゃあ、あとはこいつが上がるのを待ちですかね、入れる感じですね、はい、まだかかりそうです、はい、よし、いっかな、はい、完全になくなったね、音が、はい、静かになりましたので、うん、はい、こちらに入れて熱いうちに塩ば入れんとね、あ、そうね、はい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 、完成です、じゃあ食べていきましょう、はい、いただきます、はい、いただきます、これがカワハギの刺身、カワハギのお刺身とバリ、バリの刺身、刺身、カワハギの唐揚げにバリの唐揚 げ、あ、ゴジャさん起こすの忘れてた、うん、そうですね、これが骨せんむすびで、で、主役、はい、肝醤油です、肝醤油でございます、はい、じゃあ、いただきます、もう肝醤油にダイブさせようかな、ね、ダイブしましょう、これのもう3枚ぐらい取ってヒュ ーザーバーン、ダイブしない、ザーバーンいただきます、いただきます、間違いないね、これ間違いない、うふふふ、やっぱウニの味がするんだけど、うん、ウニ臭するよ、このなんでこの口に入れた瞬間濃厚な、ね、すごいもんね、マジで、すごい、普通に醤油でも、醤油でも、うん、身がコリコリやもんね、うん、カワハギはね、肉質でちょっとすだちでも絞って、うんうん、あ、いいね、いろいろ食い方があるね、じゃあこっちので、これをちょっと乗っけて、バリバリバリちゃん、あいご、バリはどうだ、バリは地方名、うん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 、美味しい、うん、悪くはない、何の癖もない美味しい、うん、ちょっと今探してみたけど何も悪さなかった、うん、うん、臭いとかそういうのもないですね、うん、全然ない、うん、唐揚げだけ、はい、うん、それも気になるところやね、フグと似てるのかどうか、うん、フグほど、うん、硬くないかな、身質が、ちょっと普通の魚に近い感じになって、うん、へ、うん、ふわふわ、うん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 、フグの方がなんか脂が乗ってるような感じがするね、うん、脂というか、そうですね、旨味というかギュッとしてる気は、唐揚げにあんま向かないんだ、手でいこう、今しゃうけど、うん、なんかちょっともったいない、本当ね、確かに刺身の方が食べ応えあるような、うん、そうね、気はします、確かに、これ食ってみようかな、骨せん、骨せんぶ、ちっちゃいのから行ってみよう、うん、あ、もうしっかり、うん、美味しい、普通のお肉やね、一番反応がいいぞ、なんなら肝より反応が良かったかもしれない一番なんかちょっと硬くて食えんかなって思ってたやっぱ油でずっと泡出らんくなるまですればね、うまい、うまい、うまい、こんぐらいのちっちゃい魚やったら全部できるとでしょうね、こちらさんちょっと呼んでいこうか、うん、はい、
あ、うまい。いや、マジうまいっすよね。うまい。濃い。濃ゆすぎる。止まらんなります、これマジで。これ幸せだね、マジで。贅沢。あー、ちょっと、本物を。欲しいね、これね。今、ジャイアントベア、ビッグベアを呼びましたんで。召喚。ねえ、ありがとうございます。あ、僕言った。もう何回ました。はい、紅茶さん、紅茶さんの釣ったお、アイゴとカワキです。アイゴね。はい。アイゴどうやった？アイゴ美味しかったですよ。マジで？はい。ありがとう。そっちがカワキ。デカ料理食上手かね。うん。こだまなのね。そら、こだまさんが。うん。すごい。肝もすごくない？うん。すごい量。いただきまーす、はい、顔腫れとらん大丈夫です、うん、いつも通りでもうんうまいおはぎやっぱうまいっすか、うん、寝起き最高寝起き濃い、うん、骨せんべいもうめうまいねうん、こいちゃんさんじゃあ、アイゴっすアイゴ、アイゴは普通に食うってやろうんちょ、いっぺんに食わんとわからんねうん、薄かけんすねそれがアイゴ、まあ、アイゴね、鼻つまとしな素晴らしいですね美味しいですかうまいおかしいなんかどっちが美味しいですこっちがアイゴそうよねここはダントライヤー赤くねもう最初言った時点で気づくかなと思って今教えたんですけどねマジで寝起きでもアイゴも美味しいでしょ普通に、うん、美味しい美味しい普通に美味しいうん唐揚げもですようんこれ唐揚げはい唐揚げですとアイゴのこれがアイゴはい、うん、それは嘘じゃないですうん、うん反応が先の刺身の反応も一言でもいやほんなでねよう見たらだってご飯なっとらんもんねご飯向いて綺麗かねってほら綺麗だったって真っ白でしょうんというわけではいはい川木釣りリベンジ成功ですか、うんうんね、めちゃくちゃいっぱい釣れましたねうん、うん、大成功ということで大成功大成功うん今度はもう多分沖に行くけんねまた船で行きたいね川木船で尺狙いで行きたいですね大体分かったけど置いときゃいい次それで見れるかもしれないね見れちゃう強すぎやろはいまた今度は大物狙っていきたいと思います、うんはい、ありがとうございましたありがとうございましためちゃくちゃ美味しかった、うん、美味しいご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。